自分の力で出したいし、いって気楽やってこいで言われたんですけど、気楽やってこい。はい。初々しさが漂うタイ人28歳、しかし荒ぼってはいけません。2軍では月間 MVP を取るほどの長打力が売り物。いきなり4番指名打者で登場です。その第1打席、空振り三振。いえいえ、これはほんの小手調べ。2点をリードされて迎えた4回の第2打席、近鉄先発江坂から打った。八木沢監督の起用に見事に応え、ライトスタンドへ豪快な一発。記念すべき第1号はなんと同点ツーランホームランと、兄大光に負けず劣らず派手なデビューとなりました。しかしそのホームランの余韻が残る5回、近鉄の攻撃は2番大石、レフト線を抜けるツーベースヒットを放ち、2、3塁のチャンス。続くブライアント、こちらも文句なし。体重見たかと、こちらは26号スリランホームラン。近鉄一発返しで5対2と、ロッテ先発その川を打ち崩します。近鉄はさらに7回、ツーアウトからまたまた大石、今度はセンターオーバーのタイムリースリーです。これで6対2。さらに近鉄はその裏、今度は守りの方でもセンター村上、今季2度目の先発江坂を強烈バックアップ。最後は2番手清川がロッテの反撃を断ち切り、江坂に今シーズン嬉しい2勝目をプレゼント。首位西武のマジック点灯も何のその、3年前の終盤に見せたあのミラクルバファローズが4人。